保安班から続報です。先ほどのデータ、3時間後のデータを示しましたけど、今度24時間後のデータをお持ちしました。今現在、南南西の風ですが、こちらの方向の風の方が、どちらかというと支配的なんですが、陸地側に吹いているという前提で考えてみました。線的に言いますと、この辺り、この辺りが20キロの境界線です。それに対しまして、要素での最大エリアが、まあ、これ24時間のところですから、このぐらいのエリアでも収まります。ですから、20キロちょっと先のところまで、線的には250ミリシーベルトを超えるエリアが広がっています。